阪神タイガースの高橋遥人投手が肘に続いて2箇所を手術していたことが分かりました。高橋投手からファンへのメッセージ、そして一軍に復帰できるのはいつ頃になるのか見ていきましょう。高橋遥人投手は2022年の4月にトミー・ジョン手術を受けています。今年の中盤から終盤にかけて復帰を期待された高橋投手なんですけれども、ノースロー調整が続いていました。ここまでの一軍での成績が2019年が3勝9敗の防御率 3.78、 2020年が5勝4敗の防御率 2.49、 2021年が4勝2敗の防御率 1.65 という数値でございます。年々成績は向上しておりまして、通算で見てもイニング数を奪三振数が上回るというタイプの三振がかなり取れるピッチャーです。フルでローテーションを回ってくれればエース級の活躍ができるんじゃないかと、それぐらいの期待をされているピッチャーです。そして先発投手陣が不調の中、今シーズンの終盤にはなんとか復帰してくれないかというような期待の声も上がっていました。では高橋遥人投手がさらに2箇所手術をしていたと、こちらについて見ていきたいと思います。高橋遥人投手について以下のような報道が出ています。阪神は16日、高橋遥人投手が愛知県内の病院で左尺骨短縮術及び左肩関節鏡下クリーニング術を無事に終え、同日退院したことを発表したと。通常であれば半年ぐらいは完治までかかると言われているような怪我でございますし、調整期間を含めるということになると今期中の復帰っていうのは絶望的な状態かなというふうに見えます。肘、肩、そして尺骨と3箇所の手術となりまして、今後の投球にももしかしたら影響が出てしまうんじゃないか、今後完全復活できるのか、そういった不安の声っていうのも結構上がっています。なんとか復帰して先発ローテーションで回ってほしいところではあるんですけれども、不安の声が多くなっています。では高橋遥人投手からファンの方々へのメッセージ見ていきましょう。手術を終えた高橋遥人投手は球団を通じてこのようなコメントを残しています。もう一度マウンドに立つチャンスをいただいたことに対して、球団の方々に本当に感謝しています。そしてチームが戦っている中で戦力になることができず、ファンの皆様の期待に応えることができずに申し訳ない気持ちでいっぱいです。必ずマウンドに戻ってくることができるように、あと少しリハビリを頑張りますというふうにコメントをしています。かなり悔しさが見えるコメントになっています。トミー・ジョン手術からのリハビリ中には、パフォーマンス的には過去の自分は余裕で超えなきゃいけないというようにコメントしているんですね。なので、ぜひ復活して、これまで以上の高橋遥人投手を見たいなというような感じでございます。そしてリハビリ中には前向きに取り組めているというようなコメントも過去に出ておりまして、今後の復帰に期待したいと思います。では、現在の高橋遥人投手への阪神タイガースファンの声見ていきましょう。高橋遥人投手にファンの方々からは応援と期待のコメントが多くなっています。故障さえなければ2桁は余裕で勝てるピッチャーだと思う。年齢的な面もあるし、順調な回復を期待したいと。高橋投手は20代後半の選手ですし、やっぱり順調に回復して一軍で投げていかないと全盛期がすぐに終わってしまうと、それぐらいの年齢になっていますから、なんとかスムーズに回復してくれと、こういった声は結構多かったですね。これで肩とか肘とか、いろんな部分、不安な部分っていうのが万全になって、思いっきり腕が振れるようになって、ローテでも回れるようになってパワーアップしてほしいといった声も上がっています。来年は先発ローテで圧倒的な投球を見せてほしいというコメントもありました。そして復活して勝って高橋遥人投手がヒーローインタビューを受けて、そこでファンへメッセージを送ってくれる、そんな時を待っていると、そういったコメントが多くなっております。以上です。